おはようございます。ゼッツリンです。今私は鹿児島の指宿に向かっております。なんとこれで九州すべて制覇であります。わわ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 、行きましたね。佐賀も宮崎も熊本も、大分もそして鹿児島も長崎もいいですね。明るくなってきましたね。指宿市に入りました。目の前に見えるのが開聞岳です。990m とかそんぐらい、そんぐらいだったと思ったな、で、桜島が1117m、確かそのぐらいだったと思います。まあ本当に活火山が多くてね、鹿児島はなんか街並みが古い感じというか、異国に来た感じがすごくして、なんか不思議な感じです。でもいいね、やっぱり田舎は。やっぱ各県によって違うからいいね。景色も違うし、空気も違うし。めちゃくちゃいいじゃん。はい、鹿児島着きまして、指宿ロイヤルホテル、本日お世話になるので見てください、このロケーション。すごいね、桜島が、すごい。
ちゃくちゃまた九州の中でも鹿児島はなんかちょっと独特ですね。木が生き生きとしてます。なんか元気な県だなっていう印象でしたね。本当になんか緑が生き生きしてます。今日はゆっくり満喫したいと思います。これからそしてこれからばっかり行っちゃってるけど、砂節風呂に行ってきます。初めてどっか行ってみて楽しみですね。またその経験したらまた感想の方も伝えたいと思います。今日は鹿児島をゆっくり満喫するぞ。ちょっと疲れちゃってごめんなさい。行ってきます。良い子の皆さん、6時になりました。てなわけで砂虫風呂来ました。初体験楽しみです。でも30分ぐらい待つみたいなんだよね。鹿児島に来たらやっぱり砂虫風呂って。いいというよりも九州がいいね。福岡に引っ越してこなきゃこうやってね九州回ることもなかったし、いいっすね。島もいいよ。できればサンセットとか入りたいなっていうふうに思いましたけど、まあいい経験できたかなっていう思って、また鹿児島に来た際は入りたいと思います。ありがとうございました。では本番の夕食、こちら長寿は結構外観綺麗です。黒豚しゃぶしゃぶでも召し上がろうかなと。Are we stepping out? Life's been too hard, we gon' make it count. I ain't mad at the world, I'm just living life. And if I came up out the bag, you know I pay the price. The night's too young, let's have some fun, let's paint the town. Let's shut it down, it's our time now. And I ain't going in till the sun come up. And I ain't going in until we grow up with bucks. Cause it's us, grow it up, live it up, come with us. We gon' paint the town, love you right now. Hop in the Bentley, let the roof down. It's a Friday night, ain't no telling where we headed.
柔らかい。ネジの食感とポン酢の酸味と豚肉の柔らかさの旨味、全部が今まで口の中でワシワシやってます。やっぱ比較がいい。
速道。じゃーん、5セット目。